よろしくお願いします。理化学研究所の理化学イノベーションハブ推進プログラムというところの川上です。こちらのプログラムで僕医療データ統合とかそちらの方をやっているので、ちょっと今回は違う話なんですけれども、ちょっと今回いろいろ医療データ統合みたいな話も出たので、非常に興味深く聞かせていただきました。今回は、公共の NGS データを活用して、さらにそれを解析に役立てるという話をします。細胞内の、シグナル伝達とか、あとはなんか遺伝子制御っていうのを簡単に模式化すると、こんな感じになって、外部から何らかの刺激があって、それがシグナル伝達経路を伝わって、最終的に核内の転写因子にそのシグナルが伝わって、その核内の転写因子が活性化して遺伝子が発現して何らかの応答をするというふうな形になっています。大体私たちが知りたいのはこの上部の、シグナル伝達であるとか、そういうようなパスウェイ解析とかもそうなんですけども、パスウェイがどういうふうな状態になっているかということを知りたいと。でもこれ大体なんか量で測られてしまうことが多いんですけれども、ここのパスウェイの活性化の状態っていうのは量だけで決まっているわけではなくて、むしろ量よりはどちらかというとモディフィケーションであるとかコンプレックスの形成とか、あと輸送とか、そういうふうな割とその翻訳後の就職とか、いろんな反応によって決まっていることが多いと。なので、こちらの方の上部の、なんかシグナル伝達であるとか、転写因子の制御みたいなところの、状態っていうのを直接、測定するっていうことはすごく、難しいわけですね。ただし、最近は、マイクロアレイとか RNSF とかで、その遺伝子の発現状態は、結構割と手軽に測定ができると。そうすると、この遺伝子の発現状態から、その上部のシグナル伝達であるとか、そういうところの状態が推測できれば、なんかここの状態を網羅的に測定するんじゃなくて、株の、最終的な結果であるメッセンジャー RNA の発現とかから、上部の、状態が推測できるというふうな感じになります。なので、これを狙って、まず最初の段階として、ジーンレギュラトリーネットワークと転写因子、転写制御ネットワークというものを考えて、そのメッセンジャー RNA の、何らかの、フォローチェンジとかのデータから、その転写因子の、どういうふうな影響を及ぼしているのかという状態を推測しようということをやりました。で、この研究は、僕が突然始めたわけではなくて、それなりに長い歴史、10年ぐらいの歴史があります。でこちらの方 の, どういうふうにやるかということなんですけれども、これは転写因子、転写因子っていうのは転写制御因子といって遺伝子のプロモーダー領域とかエンハンサー領域に結合して、その遺伝子 の, 発現を制御しているものなんですけれども、そのある転写因子はそのある遺伝子のプロモーダー領域や近傍に結合しますっていう情報が、分かっていれば、そのあるその転写因子がその発現抑制されている遺伝子に主に結合するのであれば、例えばこの TF1 というものはその、主に発現抑制されているようなものに結合しているので、これはネガティブな影響を及ぼしているんじゃないかと。で TF2 の方はアップレギュレートしているものに結合しているので、これはポジティブなレギュレーターなんじゃないかというふうに推測ができます。でじゃあこの間の関係性をどういうふうに構築するかということなんですけれども、基本的に今までは転写因子の結合モチーフというものを使ってここの間を構築していました。これどういうことかというと、あるプロモーター領域にある転写因子の結合モチーフという配列がある。あれば、そこに結合するだろうというふうに予測してたわけなんですけれども、これちょっと問題があって、実際の転写因子の結合というのは、転写因子の結合モチーフがあればそこに絶対結合するというものではなくて、転写因子の結合モチーフがあってもちょっと他の要素、例えば高ファクターの存在であるとか、あとはその、クロマチンの状態であるとか、そういうもので、結合しないようなモチーフもあるわけですね。で逆に、転写モチーフ、この結合モチーフがちょっとずれてても結合するようなところもあったりして、これ結合モチーフがあるからといって結合するっていうふうに一対一対応をつけられるようなものはないわけです。あとはさらにこの転写因子の結合モチーフって、決まってるものもあれば、かなりもう例えばなんか CPG アイランドという、C と G がいっぱいあるようなところに結合するみたいな転写因子もあったりして、この結合モチーフが決まってない転写因子も結構あります。あとはものすごく結合モチーフが似ているものもあって、そうすると、実際の結合は多分パターンは違うわけなんですけれども、その結合モチーフだけで見てしまうとほとんど同じものに結合するみたいな推測になってしまうと。でそのなのでこのような問題を解決するためにじゃあどうするかということなんですけれども、この転写因子の結合モチーフを使うんじゃなくって、その実際の結合データを使ったらどうかと。
というふうに考えました。というのはここ最近、パブリックなチップセックであるとかチップオンチップのデータっていうのが大量に出てきているので、このデータを直接使ってここを関連付けをすれば、その転写因子の結合モチーフを使うよりかなり正確に関連付けができるんじゃないかというふうに考えました。でそのためにこの GEO とかエンコードとかのデータを使ってここの関連付けを行うと。で、そうすると、例えばこの遺伝子にはこの転写因子はかなり高頻度で結合しますよとか、この遺伝子に結合はするんだけれどもあんまり頻度は高くないとかいうふうな、頻度の情報として出てくるので、これを使って重みをつけた上でここの転写因子の状態というのを推定してやると。例えばこの状態だとすると、このダウンレギュレートされているものの方に高頻度で結合しているので、これはネガティブなレギュレーターなんだろうというふうな推測ができます。で、これをやるために今回、話のメインなんですけれども、この GEO データベースというところからそのデータを取って、SRA データというのチップの、データを、チップセットのデータを取っていきます。でただしちょっとこの SRA データってかなり重いので、これをそのまま GEO とか、NCPI のページから落としていくと、かなり時間がかかってしまうんですが、実はこの DDBJ とあのサーバーにこれがミラーリングされているので、ここから取ってくればかなり楽です。でさらにここの DDBJ と NIG のスーパーコンピューターが基本的に同じところにありますので、ここから、SRA ファイルを持ってきて、さらにファストキューに変換して母体数でマッピングして、こういうふうな番組に変換します。でこの場合チップセックなので、そのチップセックって、抗体で転写因子をフルダウンしてきて、その転写因子にくっついてきた配列がどういうふうなものなのかっていうのを見るんですけど、それだけやってしまうと、単純にそのなんていうか何でもくっつきやすい配列とか、そもそもなんていうか読まれやすい配列とかが永遠にされてしまうので、インプットとの比較でピークコールということを行いました。こういうことを行うことで、ある転写因子が、1回実験されているとすると、ある転写因子がどういう遺伝子のプロモーター領域に結合するかというふうなデータを3500集めました。で3500の中には、大体これ450ぐらいの転写因子の情報が含まれていて、転写因子によっては50回ぐらいチップが行われているものがあれば、数回しかチップが行われていない、行われていないようなものも含まれています。これで今ヒューマンの3500 のチップ実験も集め終えて、大体こうマウスとヒューマンに関して450ぐらいの転写因子がどういうふうな働きをしているのかということが推測できるようになりました。で、このデータを使って、実際にちょっとバリデーションを行ったという結果なんですけれども、このバリデーションのためにES 細胞ですね、ES 細胞にいろんな転写因子をオーバーエクスプレッションさせたというマイクロアレイのデータがありましたので、そこから、これを使って、推定をしてみました。この WPGSA というのは今回の手法なんですけども、これエンリッチメント解析という手法を使って推定しています。ちょっとこの解析 の詳細に関してはちょっと今回割愛させていただきますので、もし興味ある方は聞きに来てください。この手法っていうのは、なんかこういうふうな3500の、チップセックデータに基づいて、転写因子がどういうふうな影響を及ぼしているのかというのを推定する手法なんですけども、この赤に示したのが、ポジティブな影響を及ぼしていると推定されています。青に示したものがネガティブな影響を及ぼしていると推定されています。実際にこれ今までの知識として知られているものとして、この赤字で示したのがアクチベーターとして知られている転写因子なんですけど、そのアクチベーターとして知られている転写因子をオーバーエクスプレッションさせたときは、ポジティブな影響を及ぼしている。逆に青字で示したものがリプレッサーとして知られている転写因子なんですけど、リプレッサーとして知られている転写因子をオーバーエクスプレッションさせると、ネガティブな影響を及ぼしているということで、かなりよく推定ができているということが分かります。でこれをじゃあ今までの従来のモチーフでやるとどうなるかということなんですけども、これ灰色のところが大変多くなっています。でこの灰色のところはどういうことかというと、そもそもモチーフが同定されていないと。つまりモチーフでやろうとすると、そもそもこのなんとか関連付けができてないので、転写因子がどういう働きをしているかということが推定ができないということになります。そのモチーフでも、一部はモチーフが同定されていてモチーフ使っても、うまくいくところもあるんですけれども、やっぱり今回の直接チップセックデータとかを使った方がかなりうまく関連付けができるということが分かります。で、さらに
これを使って、実際の、その、なんていうか、他の、もう少し、なんていうか、ちゃんとした、遺伝子発現状態から、その転写因子がどういうふうな働きをしているのかというのを、なんていうか、遺伝子、まあそうですね、遺伝子発現の形式的変化のデータから、見てみます。で、これはどういうふうなデータを使ったかというと、マウスに、高病原性と中病原性と低病原性という、3つのインフルエンザウイルスをかけた時の遺伝子発現のデータを使いました。でこれを使ったデータがこちらになるんですけども、これが低病原性のインフルエンザウイルスをかけたとき、これが重病原性で、これが高病原性をかけたとき、明らかに分かるのはこのあたりですね。ここら辺、低病原性をかけたときは、ここら辺の転写因子っていうのが、あんまり活性化した。で高病原性をかけると、18時間以降にすごい勢いで活性化をしている、活性化で、すごい強い影響を及ぼしているということが分かります。で、これは IRF とか、あと STAT とか、あとは NF-kappaB とか、そういうふうな転写因子がこの辺りでかなり強い影響を及ぼしていることが分かります。で、一方、ちょっとこれ面白かったのが、この辺りの転写因子なんですけど、この辺りの転写因子、この辺りっていうのは、これは炎症系の転写因子も含んでるんですけども、感染の初期を見てみると、実は高病原性の、ウイルスをかけた時の方が抑制されている、抑制されているというかネガティブな影響が見えている。で、これがどういうことなのかということなんですけれども、おそらくこれは高病原性のインフルエンザウイルスって初期ではいろんな応答を抑制していて、その18時間後ぐらいにいきなりこう免疫応答がバーッと活性化するから、人が死んだりするわけですね。でなので、こういうふうに、初期に何らかの応答を抑えている機構があるんじゃないかというふうに考えます。で、これをちょっと見てみると、ここら辺に炎症系の転写因子があるわけなんですけれども、この上流、さらにだからその炎症系の転写因子自体の発現を制御しているものとして、この辺りにある PTFB コンプレックスというものが見つかりました。で、これに対してインフルエンザウイルスのポリメラーゼがインタラクションしているというデータが2010年に報告されていて、今回、こういうふうな解析をしたことで、その炎症系の転写因子をさらにここが制御していて、でさらにそれをインフルエンザウイルスのポリメラーゼが何らかの形で抑制というか抑制しているというふうなモデルが作れました。今回のまとめなんですけれども、トランスクリプトのデータから、500種類近くの転写因子の活性、ターゲット人に及ぼしている影響というものを予測できます。で、これは従来のモチーフに基づいた手法よりもかなり精度が良いと。だから今までのモチーフに基づいたものっていうのは、実際にデータを使っているわけじゃなくて、そこから抽象化されたものを使っているんですけど、今最近NGS データがかなり集まってきているので、そういうのも直接使った方が精度が良くなる。で、さらに今まで着目されていなかった因子がピックアップされていると可能性があります。で、こういうふうに転写因子同士の制御ネットワークから制御転写制御のメカニズムの仮説形成ができるというメリットがあります。で、この研究は理研 の, IMS というセンターと、あとはちょっとこの、ウェブアプリケーションというものを作っていまして、こちらの方に転写遺伝子の発現データを入れると、さっきみたいにどういうふうな影響を及ぼしているのかというのを推測できるウェブアプリケーションなんですけど、こちらは DBCLS の太田さんにお手伝いいただきました。またこのチップのデータそのものをまとめたデータベースっていうのは実はちょっと僕とは別に作ってる方がいらっしゃいまして、九州大学の沖さんという方が作られていて、そちらの方も公開されています。で、これポスター番号2番でこの2つのサイトの紹介がありますので、ご興味ある方は見ていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。